皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もフィファの情報を紹介していきます。はい、ということで土曜日の情報はいつもモリモリなんですけど、それにいや負けないぐらいすごいモリモリなんで、早速いきたいと思います。まずはバースデーのチーム2が登場しました。期間は1週間となっていますので、パック開けるにはまあなかなかいい期間になるんじゃないでしょうか。ということで、後でまた見ていきますが、面白そうな選手ねたくさん来てますし、今回もスキル逆足なんかがね、ものすごい強化されてますのでチェックしていきたいと思います。はい、まずは目標のチームのところに新しいものがやってきました。久々ですね、スペインのキングというものがやってきています。期間が5日間ぐらいしかありませんので、その辺お急ぎください。今回はマドリーのライバル2人、ラウルとフェルナンド・トーレスから選んでいくようになるそうです。はい、このように選ぶことで、この画面から三角を押すことで新しい目標を確認することができます。はい、今回の目標の内容を見ていきましょう。ラウルとちょっと違うところ、まあ、報酬とかは絶対違うんですけど、まあ、内容は一緒だと思うんですが、自分はトーレスの方を選びました。はい、まずはですねストライカーの本能、難易度セミプロ以上のスカットバトル、もしくはライバルズで ST で高精度シュートを3回決めるということで、まあ簡単ですね。そしてスペインの選手でアシストを決める、これ5試合でとなってます。なので5試合はかかります。そして勝者のメンタリティのところに、バースデートークンが入ってますので、とりあえず選んで、やることをお勧めします。ラリーガの選手7名以上スタメンに入れて5勝する必要があります。最後が1試合のうちアシストとゴールを決めるということで、同じ選手でっていうことでしょうね。なので1ゴール1アシストを1試合で決めれば終わります。はい、そうすることでコレオなんかももらえるみたいなので、その辺もしっかりチェックしておきましょう。ラリーガの選手でっていう条件がありますので、まあ、スタメンラリーガの選手をまあたくさん入れて、あとアシストはスペインの選手ともなってますので、国籍スペインでラリーガ所属の選手をたくさん入れるのが一番いいかなっていうところです。はい、あとは ST の選手もね、入れないといけないですね。最高難易度で言うとプロ以上が、ここありますので、まあ全部プロ以上でやればすぐ終わると思います。ところどころ条件なかったり、あとセミプロ以上とかありますけどね、めんどくさいので一気にプロ以上でやってしまいましょう。そしてマイルストーンの方にも、新しい目標が来ています。ライブフットフレンドリーバースデーで、ペナルティエリア外から2ゴールを決める、そしてこちらトークンあるんですけど10アシストを決める、逆足4以上の選手で6ゴール、そしてブンデスリーガの選手でゴールを決める4試合ということで、まあ、ブンデスリーガの選手を使って、まあ、最短10アシストがあるので10試合ぐらいかかるという計算ですかね。そして一番めんどくさいところにトークンがありますので、まあこの辺しっかり回収しておきましょう。期間は1週間です。はい、そして、バースデーのラメラが来ましたね。こちらはスカットバトルを使ったものなんですけど、ラリーガの選手11名をスタメンに入れて5勝なので、こちらもラリーガ関連のね、イベントになりますので、先ほどのチームのものと合わせてやるのがおすすめなんですけど、逆足4以上の選手を使ってスルーパスからアシスト、アルゼンチンの選手で15ゴールというので、まあここアルゼンチンの選手とスペインの選手をね、チームの方は使いますので、その辺のパッドの作り方が若干難しいんですけど、最後はラリーガの選手スタメンに入れて、ミッドフィルダーでゴールを決めるということで、10試合でとなってますので、まあ、こちらも10試合ぐらいかかっちゃうという感じです。基本ラリーガの選手でスカットを組んで、スペインの選手、アルゼンチンの選手を、まあ、うまく融合させてクリアしていくっていうのがいいのかなっていう感じです。はい、ラメラ選手こんな感じです。逆足2になってますけど、フットビンでは5になってたので多分5の間違いですかね。ハイハイの左利き、能力的にも非常にバランスいいし結構強そう、まあ、めちゃくちゃ絶対スカットに入るって感じでもないかもしれないけど、いろんなね、ところで活躍はできるチャンスあるんじゃないかなと思うんで、特に目標とかね、結構クリアするよっていう方、またアイコンスワップのね、期間の2つ目の期間来ると思うんで、それに使えたりもしますので取ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい、続いて SBC 行きましょう。 SBC は本日は4つです。まずはですねバースデーのデフライが登場。条件は黒必要ありません。項目は3つです。レートがだんだん上がっていきます。現在の価格 20.9万、高い高い、ほんと高い。こちらスキルムーブが5になってますね。この辺は魅力的。ただセンターバックでフェイントをね、繰り出すのかって言われると微妙ですけどね。パス値なんかも高くて守備能力もしっかりあるし、フィジカルあるし、まあ、ペースも割と速いのでなかなかバランス取れていていいなと思いました。まあデフライ好きの方は絶対取りましょう。セリアのスカットとしても割とセンターバック、この選手でもいいのかなって思いました。はい、次はポトムのマティプですね。来てます。バースデーではないのでスキル逆足は上がってません。194センチセンターバック。能力的にはペースがめちゃくちゃ遅いです。特に加速が54ですね。はい、黒必要ありません。こんな感じです。作成費用もだいたい1万ぐらいらしいので、レート83だけど1万でいけるのかな？はい。まあ一応いけるとなってますので、
お安くはなってますので、まあ、マティップ好きの方は狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、次はポトムのクルトワです。199cm。はい、乗り子はこんな感じです。条件はこちらは黒が必要です。レートは85、作成費用 7.7 万となってます。まあラリーガのスカットで組んでる方はクルトワは割と必須級な感じもしますので取ってみてもいいんじゃないかなと思ってます。はい、最後が FUT17、 こちらにトークンありますので本日は3つ、結構多いですね。はい、今回左のサイドハーフ、ドルトムントのドイツ人、誰かな、ロイスかな、わかんないけど、こちらが指定されてますので、まあ、その辺を考えて組むのがいいでしょう。まずはですね、同じクラブの選手4人入れれますので、ドルトムントの選手をとりあえず入れておくと、連携がうまく保ってます。あと今回レートの指定がありませんので、選手の質は最小シルバーなのでシルバー以上にする必要はあるんですけど、全てシルバーでも最悪 OK です。ただドルトムントシルバー多分あんまりいないですよね。そのうちレアは5人ということで半分レアを入れてください。同じリーグは6なので、まあ国籍とかうまく噛み合わせてっていう感じです。はい、あとクラブが最初5になってますので、まあここはドルトムントを固めてしまうと他のね、クラブは絶対バラさないと最初5になりませんので、その辺もしっかり注意してやりましょう。はい、まあトークンありますのでぜひやっておいてください。はい、ということでトークンの交換も始まりました。期間は12日間となってますので、全てトークンは出てきたのかちょっと自分知らないんですけど、ぜひ交換を始めてみてもいいんじゃないでしょうか。内容はこちらと、こちらの、全部で8つの中から選ぶっていう感じですかね。まず1ページ目に、アンサルディ選手がやってまいります。はい、こんな感じです。スキルと逆足5になってますね。スキルと逆足に関しては後でまとめようと思います。左ウィングバック、アルゼンチンか、なるほど。トリノ所属なのでセリアですね。はい、そして2ページ目なんですけど、2人取れますね。まずはこちら、なんて読むんだろう、わかりません。ちょっと読み方はわかんないんですけど、所属はドイツのブンデスリーガマインツですね。スキルが5になってます。はい、能力はこんな感じです。スタミナがめちゃくちゃ高いですね。ブンデスリーガの、スカットでキャムを探してる方は交換してもいいかなぐらいですかね。最後に、アビラも来てます。こちらはオサスナ所属、ラリーガですね。はい、能力は割と強そうな感じになってます。ラリーガでアルゼンチンでということなんで、現在目標のね方でかなり使いやすいですね。はい、ということで、まあ、自分はとりあえず FUT バースデーチーム1パック、これは多分交換すると思います。まあ、もしくは86プラス7名パックとかもいいのかな。とりあえず、この10個使ってチーム1取って、まあ、残りの方で、まあ、調整するっていう感じかな。うん、とりあえずバースデーのなんか選手ね、一人は取りたいんで、その辺を狙おうかなと思ってます。はい、ということで最後はバースデーのチーム2チェックしていきましょう。公式の画像でもね、わかりやすくなってます。スキル逆足も上がってますよっていうことが、書かれてるんで非常にわかりやすい。総合値もね、めちゃくちゃ上がってますし、現在の価格で言うとディバラとフィルミーノが100万超えてます。アウベスとルーカスパケドも100万に、迫る勢いですね。はい、今回逆足とスキルまとめるとこんな感じでした。ルーカスパケタとアウベスが逆足とスキルどちらも上がってるという、なかなか優遇されているって言っていいのかわかんないですけど、しっかり上がってます。ノイヤーがスキル5になってます。はい、では価格トップ4見ていきましょう。まずはディバラ、逆足が5になってますので、ディバラの逆足5は魅力あるよね。能力的にはこんな感じです。ディバラは、特殊なカードのデザインで登場した回数もね非常に少ないので、かなりその辺も魅力が上がってるのかなっていう感じします。能力的にもペースシュート、パス、ドリブル、バランス取れてるし、まあ、能力的には最高ですね。うん、悪くないと思います。セリアのスカットで、CEF、まあ、フォワードのポジション、中盤のポジション、その辺空いてるという方はぜひ検討してほしいなと思う選手です。ちょっと高いけど。はい、続いてアウベスです。スキルと逆足が5になってますね。はい、能力的にも、あ、意外と強いんだ。こんな強いんだって感じしました。ペースパス、ドリブルあるし、守備力も比較的高めなんだよね。ヘディングはちょっと低いけど、まあ、割といいし、まあ、フィジカルも75あるし、スタミナしっかりあるし、割と良さそう。冷静さとかも視野も高いし、パス値も高いし、本当何でもこなせそうな感じですね。高さだけ気になるけど、まあ、あとスキル逆足がね高いし、あとブラジル国籍なんでいろんなスカットに当てはまる可能性があるんで、その辺もいいよね。はい、続いてフィルミーノで、まあ、フィルミーノに関しては黒でね、一回 TOTW 来てますけど、それよりも格段に能力上がってますので、ここは取ってもいいんじゃないかなと思いました。スキル逆足こちらも5です。特に言うことないでしょう。前回のフィルミーノ黒の時はシュートとかパスとかがちょっと低かったので、その辺もしっかりね、強化入ってますし、このフィルミーノは本当、黒のフィルミーノ使ってる方は取って
てもいいんじゃないかなと思う選手です。ヘディング値が98です。はい、最後パケタです。パケタに関しても過去に SBC とかも来てましたし、あとはポトムも来てましたけど、今回それよりも能力がしっかり上がってますし、あとスキル逆足こちらも5になってます。そして能力のバランスが割と良かったということで、比較的守備力も上がってるんですよね。もともと高いパスドリブルもね、一級品なとこありますし、ブラジルの、国籍で最近ね、やはりリーグワンの選手はね、こういうバランスの取れてる選手は高くなりやすいし、いやパケタもいいなと思います。特にリーグワンのスカットを組んでいて、中盤誰にしようかなと迷っている方は、どちらかというと攻撃的な中盤として、このパケタはなかなかいいんじゃないかなと思いました。やはりスキル逆足55はいいよね。はい、ということで本日ほんとめちゃくちゃたくさん来ていましたので、ぜひいろいろチェックして、目標クリアしたりチーム2などもね、チェックしておいてください。ということでこちらのチャンネル、このようにほぼ毎日 FIFA の情報を紹介しておりますので、気になる方はチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。